いや、でも今日は疲れてるだろうから、そっとしといてやろうぜ。話するのは明日でもいいだろう。そっか。じゃあ僕たちも部屋行こっか。どうした、ラピード。変な音聞こえない？言われてみればそうね。ええ、なんでもシルト・ブラスティアの調子が悪いらしいんですよ。ちょい待った。待ってらんないわよ。騎士団長様だっているんだ。すぐに手打ってくれるだろ。リタが出て行って勝手すると、エフミドのおかん時みたいになっちゃうもんね。まあ、気が向いたらフレンに知らせてやりゃいい。騎士団に取り調べされんのも久々で、さすがにちと疲れたな。お姫様やら殿下やらも出てきてよ。おまけに騎士団の隊長格が二人に、騎士団長まで登場とはな。フレンもここにいるんじゃ、程度ガラ空きじゃねえか。こんなんでいいのかね、まったく。には騎士団の顔立ててやれよ。お願いします。分かったわよ。ふらふら出歩いて平気なのか？はい、テートに戻るまで一緒にいてもいいです？そりゃ俺は構わないけど。あの化け物、これまでに見た魔物の中でも桁違いに強かったな。途中で逃げてくれたからいいが、最後までやってたらやばかったぞ。あんたにしては殊勝な意見ね。まあ、あんな化け物が相手じゃわからなくもないけどさ。逆結界に閉じ込めていたのは曲がりの剣なんでしょうか？どうだろうな。曲がりの剣の連中はあいつをやるつもりだったみたいだし、何にしてもああいう化け物の相手はもう勘弁だぜ。なんかシルト・ブラスティアが変な音出してるけど平気か？それが気になってわざわざ顔を出したのか。相変わらず目の前の事件を有利は放っておけないんだな。俺がっていうかこっちの。様子がおかしいのは明白よ。私に調べさせて。今こちらでも修繕の手配はしてあるんだ。悪いがブラスティアを調べさせるわけにはいかない。なんでよ。なんだ今の振動。まさかブラスティアか？ブラスティアに何かあったのかもしれません。行くぞ。エステリーゼ様はここに。ほとけないのよ。コードじゃ命に関わる。
準備してください。何言ってやがる、お前もボロボロじゃねえか。すぐに準備を、彼女は私が連れて行きましょう。カロル、立てるか。うん、俺たちも行くぞ。治癒術だって無限に使えるわけじゃない。もうリタも落ち着いてる。その辺にしておけ。はい。ったく、無茶ばっかしやがって。本当ですね。リタって決めたことにはどこまでもまっすぐで。人ごとにすんな。エステルも同罪だ。ごめんなさい。ここ俺が残るから、エステルはもう休め。治癒術使って疲れたろ。私、リタが羨ましいです。大切なものを持っているから。ないなら探せばいい。そのために今日は休んどけ。大丈夫です、ユーリこそ休んでください。お前が倒れたら俺がフレンに怒られんの。なら怒られてください。倒れてから変わってくれって言われても俺は知らないからな。倒れてからじゃ変わってくれって言えませんから。どうしようもないやつだってユリは思ってるよね。最初に会った時もカルボクラムでのことも今日のことだ。今日のはさすがにビビったよな。さすがの騎士団長様もあれにはお手上げだったぜ。大の大人にだってできないことがたくさんあんだ。ユーリにも。そうだね、世の中簡単じゃないよ。そういうことだ。あのさ、ユーリ。ん？僕とギルドを作んない？ギルドか。そういや、その選択もあったな。考えとくよ。え？何驚いてんだよ。厄介事をごめんだとか言うと思ってたから。大人にもいろいろあるんだよ。ほら、今日はもう休んで、明日また様子を見に来んぞ。目覚めたか。よかったな。あれほど倒れる前に言えって言ったのに。分かってたんでしょ、言っても聞かないことくらい。うん、にゃ幸せそうな顔しちゃって。あのさ、エステリーゼって私をどう思ってると思う？で、なんて顔してんのよ。自分がどう見られてるかなんて気にしてないと思ってた。もういい。ああ、あっち行って。術式なんぞよりこいつは難しくないぜ。あれ、リータ、目が覚めたんですね。あ、でも油断したらダメですよ。治ったと思った頃が危ないんです。もう大丈夫よ。あと、ブラスティア使うフリもうやめていいよ。何のことです？ブラスティアなくても治癒術使えるなんてすげえよな。
してそれを。なんだ。大事な話の途中だったのに。エステルの治癒術に関してはとりあえずここまでな。別にいいわよ、私は大体理解したし。なに、悪いようにしないって。俺そんなに悪いやつに見える？見えるわ。ちょっと僕だけ仲間外れなの？何のことだよ、教えてよ。ま、テートまでの道中は気をつけてな。はい。忘れ物とかないだろうな？後から思い出してまた迷惑かけんなよ。忘れていったらユーリが届けてください。バカ言ってんな、さっさとフレンとこ行くぞ。そこまでは送ってやっから。あのユーリたちはこの後どうするんです？そうだな、ブラッドアライアンスの足取りも途絶えちまったし。だったらこの先にあるダングレストはダメだ。今戻ったらみんなにバカに。ダングレストっていうと確かギルドの町だったよな。うん、だからブラッドアライアンスの情報も見つかるかもなって。ここからだとどっちだ？西に行けば着くけど。なら行くか。ギルドを作るにしてもいろいろと参考になるだろうし。え、ギルドのために？なら行こう。フレンって騎士いないじゃない。このまま僕らについてくる？そうですね、そうしてもいいです。カロル、お姫様をたぶらかすな。勝手をされては困ります。エステリゼ様にはテートにお戻りいただかないと。フレンは別の要件があり、すでに旅立った。さて、リタ・モルディオ、君には昨日のブラスティアの暴走の調査を依頼したい。あれ調べるのはもう無理。あの子、今朝少し見たけど、結局何もわからなかったわ。いや、ケーブ・モック大森林に行ってもらいたい。ケーブ・モック大森林か。暴走に巻き込まれた植物の感じ、あの森にそっくりだったかも。最近森の木々に異常や魔物の大量発生、それに凶暴化が報告されている。テートに使者を送ったが、優秀な魔導士の派遣にはまだまだ時間を要する。私の専門はブラスティア、植物は管轄外なんだけど。エアル関連と考えれば管轄外でもないはずだ。それに私はエステルが戻るなら一緒にテートに行きたい。え？君は帝国直属のブラスティア研究所の研究員だ。我々からの仕事を受け負うのは君たちの義務だ。それじゃあ私がその森に一緒に行けば問題ないですよね。姫様、あまり無理をおっしゃらないでいただきたい。エアルが関係しているのなら私の治癒術も役に立つはずです。それは確かに。お願いです、アレクセン、私にも手伝わせてください。しかし危険な大森林に姫様を行かせるわけには。それならユーリ一緒に行きませんか？あ、俺が？ユーリが一緒なら構いませんよね。青年、姫様の護衛をお願いする。一度は騎士団の門を叩いた君を見込んでの頼みだ。何でもかんでも勝手に見込んで押し付けやがって。その返答は承諾と受け取っても構わないようだろ。ただし俺にも用事がある。森に行くのはダングレストの後だ。致し方あるまい。
この結果をフレンは予期していたようだな。うん、フレンがどうしたって？エステリーゼ様を頼む。フレンからの伝言だ。よし、じゃあダングレストの町経由でケブモック大森林だね。君にやってもらう仕事ができた。騎士団長のアレクセイって人が話の分かる人でよかったね。私ももっと頭の固い息つかないやつかと思ってたわ。ユリは面識があったんです？俺の方からは知ってたけど、向こうはこっちを知らなかったんじゃねえか。騎士団にいた時期なんてすごく短かったんだからな。どういう人なのあの人？厳しいところはあります。でも帝国騎士の鏡のような人です。彼に憧れて騎士になる方も多いとか。俺とは縁がなさそうなやつってことは分かったわ。ここがダングレスト、僕のふるさとだよ。にぎやかなとこみたいだな。そりゃデートに次ぐ第二の都市でギルドが統治する町だからね。もっとジメジメした悪党の巣窟だと思ってたよ。それってギルドに対する偏見だよね。ブラッドアライアンスの印象が悪いせいですよ、きっと。僕まで悪党なのかと思ったよ。あんたが悪党ならこいつはどうなんのよ。それもそうだ。さてバルボスのことはどっから手つけようか。ユニオンに顔を出すのが早くて確実だと思うよ。ユニオンとはギルドを束ねる集合組織で、五大ギルドに運営されているですよね。うん、それとこの町の自治もユニオンが取り仕切ってるんだ。でもいいわけ？バルボスのブラッドアライアンスって五大ギルドの一つでしょ。ってことはバルボスに手出したらユニオンも敵に回るな。それはドンに聞いてみないとなんとも。そのドンってのがユニオンの親玉なんだな。うん、五大ギルドの元首アルトスクを束ねるドン・ホワイトホースだよ。んじゃそのドンに会うか。カロル、案内頼む。ちょっとそんなに簡単に会うって、僕はあんまり。お願いします。ユニオンの本部は町の北側にあるよ。
ー